どうも皆さんおはようございます。すごく綺麗な会場でマイクもすごい音が良くてびっくりしてますけども、札幌の方から今日は医療講演でさせてもらいました。で、今日はやった後に岩内の方でもねやろうかと思ってます。まあ、この地区も肝炎の患者さん多い地区でもありますし、本当に一人でも多くの方がね肝炎から解放されてほしいっていう思いで活動を続けています。で、まあ、こちらのポスターにありますように、まあ、医療講演の案内とかもブログ等で紹介したりとかしてます。できれば席はなるべく前の方に座ってほしいなと思うんですけども、ぜひですね楽しんでいっていただければというような内容の講演にしようと思ってますので、ぜひお付き合いください。で、立ってるとね結構見上げられるので座るようにしてるんですけどね、座らせてもらいます。で、私のこのブログの中身はですね、今日話すような中身が大体含まれています。で、今日ですね、詳しく話す中でこのあんまり詳しくないかなというのがアーシングっていうのがありまして、今そこの椅子のところにですね緑色のマット、あと黒いマットになってるかな、敷いてやってるのはコンセントのところのアースの部分につないで静電気を逃がして体の調子を整えるっていうのと試みでやってるやつでですね、すごく体調良くなる人もいるもんですから、こんなのかなっていうのでこう、まあ、実際後で見てもらえればというふうに思っています。で、その他ですね、私のダイエットですね、食事療法についての話は結構いろんな切り口で書いてたりとか、自分の工夫とかも載せてますので、参考にしていただければと思います。で、まあ、今日はですね、肝臓を元気にするために、まあ、ウイルス肝炎が治る時代になってますよっていうのとね、あと食事療法がこれからすごく重要になってくる病気でもあるっていうことをですね、知っていただきたくて、まあ、医療講演させていただいてます。で、最後の方でですね、歌を聴いてくださいということで、皆さんに無理やり歌を聴かせてですね、楽しく過ごしてもらおうと思ってますので、ちょっとですね、1時間ぐらいですけど、お付き合いください。私がしている、まあ、肝臓専門医という仕事はですね、肝臓に生じる様々な病態に対応する仕事です。慢性肝炎、肝硬変、食道異異常脈瘤、肝臓がん、こういったですね、肝臓の起こる病気を見てるっていうね、そういった医療なんですけども、まあ、肝臓っていう病気はですね、実は心臓だとか胃や腸だとか、いろんな場所に病変を作ることがあるもんですから、全身をチェックするっていう意味でもですね、あまりこう、肝臓やりたがる先生がいないっていう分野でもあってですね、なかなかこう後輩が育ってこないっていうのも、まあ、悩みの一つなんですけども、まあ、できれば自分たちの代でですね、肝臓病をほとんど解決できればなっていうぐらいの今状態になってきてますのでね、まあ、そんな病気なんだということで覚えてもらえたらと思います。まあ、実際、北海道の中でですね、肝臓の患者ばっかりを見て育つことができた医者っていう意味でも非常に貴重な医者の一人だなと思ってますので、まあ、全国でもトップクラスの先生方とですね、治療法なんかも議論しながら参加してきたっていう、そういった医療機関でもありますのでね、覚えておいていただけたらと思います。で、一方で私たちはですね、肝がん検診という取り組みをしています。北海道は医者が少ないというのはもちろんですけども、それに伴って肝臓の専門の先生もとても少ない地区です。なもんですから、全道各地を回ってですね、できるだけ専門医にかかったことのない方に、一人でも多く治療につながってほしいということで、こういった地区で肝がん検診というのを行っています。まあ、土日を中心に行ったりとかしてるんですけどもね、まあ、こういった検診もですね、札幌等でも行っていますので、札幌までこちらから来るのは大変だとは思いますけども、小樽等でも専門医の先生方がいますから、肝臓についてもですね、ぜひきちんと見ていくっていうことを心がけてほしいと思います。で、まずはじめにですね、このスライドを出すようにしてるんですが、健康で幸せに過ごすにはどうしたらいいのかなってこと、今一度考えてみてくださいって言ってます。健康になるためには、まずできるだけなりたい姿を思うことが大事で、病気や悩みのことばかり考えていてもあまりいいことはありません。健康な姿、やりたいことをしている姿を思うというのがね、とても大事ですよということが分かってきてるんですね。そして気持ちの持ち方も大事で、素直な心で、いつも笑顔で、ありがたいありがとう、いつも感謝を心に思って過ごすっていうのがね、免疫力、治癒力を上げる上で大事ですよということもね、分かってきてますので、そんな風に心がけていきましょうよなんて言うんですけどね。そして、病気のこと、勉強することも大事ですよって言うんですけども、病気のことってどうしてもついつい勉強していくと悪くなるとどうなるのかなってことばかりに気持ちが行きがちになってしまいます。でも、悪くなるとどうなるのかなってことばかりにね、気持ちが行くんであれば、勉強はやめてくださいって言ってるんですね。
どんなに悪くなっても何かしら治療があって良くなる人がいる、そうやって良くなる治療があるんだってことをね、知るために勉強はしてくださいって言ってるんですね。まあ、そうは言っても辛くなってくるとどうしても不満や愚痴、悪口なんかが頭に浮かんできやすくなりますよね。でもこういうことを続けるとさらに体の調子、気持ちの状態、人間関係も悪くしてしまいます。無理やりでもいいからね、いい方向に考えましょうよなんてね、患者さんに言ったりもするんですけども、こんな調子悪い時にそんな無理だよともね言われちゃいます。ただ最近はですね、脳科学っていうのがよくテレビとかでももてはやされてますけども、実は私たちの脳っていうのは不満や愚痴だとかってね、そういったことを思い浮かべると、それが誰に対して言っているものであっても全部自分に言ってるって受け取るんだということが分かってきてですね、だからあんな野郎バカ野郎とかと思ってると結局自分にバカ野郎って言ってることになってしまう。だからもし嫌な人がいたとしてもですね、その人を褒めるようにすると結局自分を褒めてることになるということもね分かってきてるので、できるだけプラスのことを思うっていうのがね、どの時期でも大事だよっていうことがね分かってきてます。で、私もですね、肝臓の患者さん見ててね、どん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 亡くなるような仕事をしてたもんですから、もう肝臓の病気見るの嫌だなってこうね、気持ちがどん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 落ち込んでるような、そんな仕事をしていることがあったんですけども、そんな時にですね、なんとか気持ち切り替えたいと思っていろいろ試してたんですが、ここ数年はですね、このより楽しいことを思うっていうのをね試しています。実際にあったことのように思うことが大事で、嫌なことを考えててもダメになんかならないしっていうのがね背景にあるんですね。まあ、健康でいるための理想的なことを思うということにもつながるかなと思ってるんですが、まあ、実際私がそんなね、もう仕事で嫌だなと思っている時に何を思っているかと言いますと、まあ、見ている通り体がでかいんですよね。で、体がでかいと大体食べるのが大好きで、食べるのもですね、回転寿司が大好きで、回転寿司の中でもしめ鯖が大好きなもんですから、しめ鯖を食べる自分の姿を思い出すとね、ニコニコできるっていうね、とっても安いんですが確実な方法を使ってます。まあ、患者さんにはですね、そんなことそんな時に言いませんけども、まあ、患者さんは本当にしんどい時に何がいいかなっていうとね、まあ、大体60歳70歳の方多いので、お孫さんのこと思い出してみてっていうとね、大抵の方がニコニコするんでね、いや孫ってすごいなと思うんですけど、ここで大事なのはね、可愛いお孫さんを思い出すことでね、可愛くなくなったお孫さんはきっぱり忘れてくださいって言うんですけどね、それも無理なんだよねってやっぱり言われちゃいますけどね、まあ、そんないろんなね、趣味だったり旅行だったりいろんなことが楽しいことと思い出せる方はね、そういったのを使ってみてくださいって言ってるんですね。そして望ましいことを思いましょうというのも実はコツがあって、まあ、さっきも言いましたけども、私たちの脳みそっていうのはですね、思ったことそのまま自分に聞かせてるのと同じになってしまうということが分かっているので、できるだけプラスの内容で考えるようにしましょう。勉強、病気にならないようにしましょう。怪我をしないように、事故に遭わないように、なんてね、ついつい使ってるかと思うんですけども、それであれば、最初から健康でいいよ、元気でいいよって思う方が、心も体もそちらに向かいやすくなるんだよってことが分かってますから、ああ、風邪ひかないようにしなきゃなんて思ったらですね、元気でピンピンしていいよって思う方が、体にとっても心にとってもいいことなんですよっていうことでね、覚えておいてほしいと思うんです。そして、まあ、今日なんかはね、肝臓の話っていうとね、肝臓がん、やだなと思ってる方多いと思うんですね。外来でも、肝臓がんになってませんか、肝臓がんにはなりたくありませんって言いながらね、一生懸命患者さん治療を受けてくれるんですけども、肝臓がんになりたくないってこう一生懸命思うということは、実は肝臓がんのことを考えているのと同じになってしまうんですね。だから、元気な肝臓になりたい、健康な肝臓が自分の中にはあるんだって思う方が、肝臓の治る力、発揮することにつながるんですよってね、言ってるんですね。そして、まあ、患者さんにですね、いろんなことを勧めたりしてるんですが、ここ最近はですね、このポジティブの教科書っていう本ね、ぜひ読んでみてくださいって勧めています。まあ、これはですね、武田双雲さんって方、書道家の方がね、書いてる本なんですけども、まあ、この本読んでいくとですね、自分に会ったり話したりしてた人っていうのが、後々幸せになって、すごく感謝されるんだよねってことが書いてあるんです。私も読み始めた時で、この人は何を言ってるんだろうと思ったんですけども、実は読んでいくとですね、すごくこう、ポジティブになれるような考え方だとか、言葉がたくさん書いてある本なんですね。だからこの本読んでるだけでも結構ね、プラスの方に気持ちが向かいやすくなるなと思って、ぜひね、読んでみましょうって勧めてるんです。で、これ新品で買うとですね、1000円以上する本なんですけども、今日は中古で取り寄せた本がありますので、お釣りがないので、まあ、一応とりあえず1000円では買っててくださいと言ってますけどね、ぜひすぐ読める本として、今も40万部ぐらいでね、すごく売れている本の一つなので、まあ、きっかけ作りにね、私なんかもトイレに何冊か置いてね、毎回こう読んだりなんか未だにしてるような本なんです。
で、この中にはですね、幸せになる3つの基本ということが最初に書かれてまして、1つ目は幸せを与えること。2つ目は幸せであることに気づくこと。3つ目は幸せな言葉を発して幸せな態度をとること。こういったことを意識していると、だんだんといろんな楽しいこと寄ってきますよっていうね、そんな話が書かれているんです。そして、最初の方にですね、この恩返しスタイルと感謝メガネっていうね、試みが書かれていますので、これをちょっと紹介したいと思うんですが、恩返しスタイルというのはですね、先に感謝をしてしまうっていうことを心がけてみましょうと。先に感謝して満たされることによって、してくれないっていう気持ちからね、してくれているっていう感謝の気持ちが起こりやすくなりますよ。今日は何に恩返ししていこうかなってね、楽しい気持ちで毎朝心の中で唱えると、楽しいことが起こりやすくなるよって、感謝しすぎてもしすぎることはないんですよっていうことがね、背景にありますってことが書かれています。これですね、なかなかね、なんかされて感謝するっていうのは、なんか心がけてると思うんですけど、何もされてないのに、今日は何に感謝したらいいかななんてね、思うこともなかったので、こういった発想もすごい面白いなって思ってね、読んでました。で、次にですね、このね、感謝メガネをかける。これは結構やってる方多いと思うんですけどね、自分の周りの感謝するべきものについて考えていると、今までと同じ景色や現象でも感謝視点に変わってきますよ。現代人はついつい荒探しメガネをかけがちだから、感謝メガネをかけて、ありがとう、ありがたいっていう気持ちをですね、常に心の中で思い起こすようにしてくださいね。例えば蛍光灯を見てもね、こうやって明るく照らしてくれてありがとう、そんな些細なことでもいいので、いろんなことにね、感謝するっていうことをやってみると、気持ちが前に向きやすくなりますよっていうことなのでね、ぜひ試してみてほしいと思うんですね。あと患者さんとはですね、何歳くらいまで行きたいですかとか、どうしたいですかなんてことを聞いたりもします。私自身は100歳ぐらいまでは生きてたいななんて思ってるので、患者さんに対してもですね、100歳目指しましょうよなんて話をよくします。でもね、こんな病気があってね、先生本当に100歳まで生きられると思ってるのかって聞かれちゃいます。そしたら、正直にですね、わかりませんって答えるんですけども、ただ、可能だと思わない限りは可能にならないし、不可能を可能にしてきた人って世の中にいっぱいいるんだから諦める必要ないんだよって話をしています。医学の世界ではね、治せなかった薬、病気が治せるようになったなんて話はよく出てくる話でね。私が医学生だった頃ってもう20年以上前ですけども、当時はですね、インフルエンザの飲み薬はできるわけがないんだって言われたんです。その頃はね、ばい菌に対する抗生物質はあったけどね、ウイルスに対する薬なんかなかったんですね。だから、もう絶対できないとかって教授がね、すごい言ってたんですけども、何のことはね、今ありますよね。で、肝臓がもう、お腹切って取り出さなかったら、がん治せないよなんて言ってたのはね、針で刺して焼くだとか、飲み薬でがんが消えたよなんて話も出てきてるんですね。そして、肝炎の薬も、今、新型肝炎なんかは飲み薬で治るようになっちゃってますし、こんな風にね、長生きした人だけ、もっともっといい治療で元気になるチャンス出てくるんだから、諦めないでいきましょうよなんて話をしてます。でもね、長生きした人だけ、なんか消費税も上がって暮らしにくくなるし嫌だよね、なんて話する人も多いんですけども、それはと同時にですね、社会も良くなって楽しくなるってね、思うように過ごしていった方が絶対いいから、諦めないでいきましょうって言っています。でも、こんな話ばっかりしてるとね、本当に肝臓の先生なんですかってなるので、肝臓の話に一回戻るんですけども、肝臓病っていうとですね、いろんな病気が含まれています。生活習慣が原因で起こるものとしては、アルコール性の肝障害や脂肪肝なんかがね、有名ですけども、実は命に関わる病気っていうことでは、ウイルス性の肝炎の B 型、C 型が非常に日本人の命を奪っている病気として重要になってきます。その他にも自己免疫とか原発性とかってこういろんな病気あるんですけども、なんせ国民の命を一番奪っているこの B 型、C 型がですね、急いで治療しなきゃいけない病気であることは間違いないだろうというふうに考えています。で、脂肪肝についてちょっと触れておきたいんですが、脂肪肝の原因って何ですかって言われれば、食べ過ぎや運動不足、肥満やアルコールといったものが原因ですよって言うんですけども、これですね、私医者になった頃は脂肪肝で死ぬ人はほとんどいないって言われたので、脂肪肝なんてほっとけばいいよ、肝臓の専門医はこんなもん見なくたっていいんだよなんて言ってたんですが、今はですね、この NASH っていう病態、脂肪肝炎っていうね病態が出てきて、脂肪肝の中でも1割前後の人が進行して肝硬変や肝炎になってしまうよっていうことが分かってきたんですね。ですから脂肪肝だからってね、軽く考えないでちゃんと見なきゃならないよっていうことにもなってきましたし、
ウイルス性の肝炎が治ってきた方もですね、実はこの脂肪肝炎が発生しやすくなっている人もいるということが分かってきてるんですね。ですから食事療法、運動療法、しっかりとやりながらこういった病態が発生しないようにするということもね、大事じゃないかということが強調されるようになってきました。これ病気としてはですね、1980年にアメリカでは報告されていたんですが、日本ではこの当時はですね、脂肪肝の人でこんな病気になっている人いなかったんですね。でも2000年ぐらいからは日本人にもやっぱりいるわっていう話に変わってきて、もう2010年頃からはね、たくさんいるから気をつけなきゃならないってことでね、どん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 この脂肪肝に対する考え方が変わってきてるんですね。で、ウイルス性肝炎については ABCDE ってね、こんな風にアルファベットで分類されてるんですが、先ほども言ったように B 型と C 型が肝硬変肝がんを起こすっていうことでね、非常に重要な病気になっています。で、まあ、肝臓の病気で一番嫌なのは肝臓がんという方が多いので、なぜ肝臓がん起きてくるのかって話をしたいと思うんですが、まあ、肝臓がんが起きる原因というのは、肝炎が持続することで発生すると言われています。慢性肝炎、肝硬変へと進行していく中で肝臓がんが起きてくるんですよ。そして肝臓がんの原因は何かって調べていきますと、B 型や C 型のウイルス性肝炎が 90% 以上占めているんですよということもね、言われています。ただこれですね、病気じゃない健康の人に肝臓がんの原因って何だと思いますかって聞くとね、大抵の方はアルコールでしょって答えるんです。まあ、お酒で肝臓が悪くなることはね、結構知られてるっていうことにはなるんですが、実は肝臓がんの原因はアルコールでなってる人は1割もいないんですね。こんなに B 型 C 型が多い国であるっていうことも国民にはあまり知られていません。で、この B 型 C 型の肝炎がどうして広がったのかということについてもですね、あまり知られてないところなんですが、まあ、輸血で C 型肝炎の2割は広がっただろうというふうに言われています。まあ、その他に B 型肝炎は予防接種で集団感染してますし、薬害肝炎で C 型肝炎、あと注射器の消毒が不十分であったことで C 型肝炎が全土各地で全国でも広がっている。そんな困難を含めると多分半分以上の方は医療行為によって感染しただろうということが今は言われています。でもですね、本当に原因がしっかりと証明されているのは入れ墨だとか覚醒剤だとかって、そういったね、悪いことしたことで広がってるみたいなことがね、普及してしまったために、こういった医療行為で広まった人たちも自分たちがそうじゃないのにそういうものとして扱われてしまったっていうね、過去の問題もあります。まあ、肝炎対策基本法ができたおかげで、まあ、国民にもですね、広く知られる病気にもなったかと思うんですが、まだまだこういった医療行為で広まった病気なんですよということがね、知られてないということもあってですね、差別偏見が残っているという状況なんですね。で、この肝炎ウイルス、検診でわかる、血液検査でわかる、そういった病気です。で、B 型、C 型のこのウイルス性肝炎がいなければ、肝臓がんになる可能性がほとんどないということになりますし、もしいた場合は治療をちゃんと受ければ今は肝臓がんにならなくて済むっていう時代になってますから、ぜひ早いうちに見つけて、治療を受けてください。3分の採血で肝がんの8割がいなくなりますよっていうことがね、今は言える時代です。まあ、これが10年20年前だと肝炎が見つかっても治療法がないっていうことでね、かえって絶望になってしまうかなっていうところもありましたが、今はしっかり見つければ肝がんにならなくて済むよっていうことでね、どん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 受けてほしい検診になっています。で、この、日本人の死因を分けているね、これ統計があるんですけども、悪性新生物っていうがんの類が、まあ、日本人の死因で一番高いんですけども、肝疾患ってなるとね、9番目なんでね、そんなにいないかなっていう感じするんですが、実はこの悪性新生物から肝がんを取り出してくっつけると第5位になってくるんですね。つまりウイルス性肝炎でこんなにたくさんの国民が死んでる国なんだっていうことがいまいち知られてないっていうことにもなってきているんです。年間5万人近く、まあ、今だと4万人近くですけども、こういった方がウイルス性肝炎で死んでる国なんだよということなんですね。で、この肝臓がんどうしたら予防できるのかって言えば、先ほど言いましたように炎症が持続しないことが大事なので、まあ、ウイルス性肝炎の場合は抗ウイルス療法っていうね、薬を使った治療によって肝炎の進行を止めることができて、それによって肝臓がんができないという状態を作ることができます。で、そのためには早期に発見して治療するほど、まあ、有効だということも分かっています。これは肝臓の硬さをですね、肝性検知で肝臓の細胞を取ってきて調べるんですけども、まあ、4番 F の4というのは肝硬変の硬い状態の方、肝硬変の方であれば10年で 70% 近く肝臓ができると言われていました。
でも軽いうちの F の1の状態であれば 5% 以下ということでね、ほとんど肝臓がんができないということも分かってるんですね。ですから早いうちに見つけて治療すればするほど肝臓がんになりづらいんだよということもこういうことで分かってます。まあ、こういったことでウイルスの治療どん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 進歩してきています。まあ、抗ウイルス療法は飲み薬が中心のものに変わってきていて、肝臓の外のウイルスが消えていって肝臓の中も消えて、どん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 肝臓の働きが良くなってきて、まあ、最終的には体の調子も良くなって、どん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 ね、全身の状態が良くなる。これが今の肝臓病の治療のね、理想的な治療方向というふうに言われています。昔はこんな風に肝臓の働きが良くなることがなく、肝硬変や肝がんでね、亡くなっていたのが、こういったことが起こるようになってきた。で、具体的な治療の中身はですね、B 型肝炎では飲み薬が中心になっています。ラミブジン、アディオゴビル、エンティカビル、テノゴビル、まあ、これ、薬品名ではゼフィックス、ヘプセラ、バラクルード、テノゼットという薬なんですけども、こういったお薬を飲むことによって、血中のウイルスが消えてくれます。で、今はですね、治療法が進歩してくれて、S 抗原の陰性化まで起こることが分かってきました。これはですね、治療の目標もこれに変わっているんですが、S 抗原の陰性化というのはですね、実はすごいことなんですね。今までは S 抗原が陰性化することはない、B 型肝炎が治ることはありえないって言われたんです。でも、この薬だとか経過を見ている中で S 抗原が陰性化して、で、さらにこれが進むと今度は S 抗体ができている人が出てきました。なので、B 型肝炎が治っている人が今どん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 増えてきています。これは飲み薬、あとはインターフェロン、こういったものを組み合わせることでもっともっと早くできるんじゃないかということも期待されてますし、治ってしまえば飲み薬を飲まなくても済むということになるので、最初はですね、薬飲み始めたらずっと飲みましょうって言ってたんですけども、今は飲んでいくとそのうち飲まなくてな、済むようになる人も出てきてますよということでね、どん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 治療が良くなってきてるんだということなんですね。で、実際私の患者さんでもですね、この治った方いまして、この方はですね、43歳でもう腹水が溜まるような肝硬変だった方なんですが、9年間お薬を飲んだらですね、もう S 抗体までできて治っちゃってたんですね。この方なんで治ったの分かったかというとですね、9年経ったらですね、苫小牧から札幌に通ってたので、とっても1時間かけて通うの大変だからね、先生薬やめれないかなって言われたので、たまたま調べて分かったんですけども、今は血液検査でも時々調べることができるようになったのでね、もううちの病院でも2、30人は治ってきています。こんな風に治っていくと、お薬を飲まなくても済んで、それで今は定期検査だけね、通ってもらうようにしてるっていう患者さんなんですね。ですから、B 型肝炎、もう絶対治らないよなんてずっと言い続けてきたんですが、こんな風に治る人も出てきてる時代なんだってこと、ぜひ覚えておいてください。で、C 型肝炎はですね、もっとすごいことになってまして、3ヶ月お薬を飲めば治っちゃうよっていう時代に入りました。これは、ここのね、ソホスブビルが2つあって、オムビタスビルっていう薬、この3剤が今3ヶ月飲めば治る。まあ、一番最初のこのダグラタスビル、アスナプレビルは、日本が世界に先駆けて飲み薬で治す治療ということで出て、まあ、半年間で治る薬だったんですが、もう3ヶ月で治る薬っていうのが出てきたので、今はこちらのお薬が主流に変わってきています。その前はですね、このインターフェロン、ペグインターフェロン、リバビリン併用っていうのがよく行われていて、まあ、当時はですね、もう1年から1年半かけて、やっと治る、半分治ればいいななんて言ってたのが、もうすっかり飲み薬で 90% 以上治るなんてなってしまったので、もうね、インターフェロンしましょうっていう人ほとんどいなくなってしまいました。で、この飲み薬もですね、まだまだこれから先開発が進んでいて、もっともっと治せなかった人でも治せるような時代になりそうだということが言われています。ですから、この5年から10年のうちにしっかり肝炎の患者さんを見つけて治せば、ほとんどの肝炎の患者さんが治ってしまうだろうということが言われています。で、インターフェロン時代、副作用としては、発熱、頭痛、皮疹、うつだとかってこういったね、しんどい症状がたくさん出てたんですが、今はほとんどないと言える時代になっています。まあ、ゼロではないのでね、全くないと言ってたのに出たじゃないという人もたまにいるんですけども、ほとんどの方は日常生活、仕事も続けながらお薬が飲めるようになってますので、
以前のですね、インターフェロン自体のことを勉強されても治療は嫌だな、絶対しないわって思ってたような人たくさんいるもんですから、今はそんなことじゃなくてね、すごく簡単に治せる時代になったんだよっていうこともですね、知らせていく必要ありますし、こんなに副作用なくて治るんだよっていうことを話してもですね、いやでも副作用出るかもしれないからってね、本当に怖がって治療しない人もまだまだいますので、そういったこともですね、ぜひ多くの方に知ってもらって安心して治療を受けてほしいなっていうふうにね、考えています。で、ウイルス性肝炎は B も C もですね、治る時代へと入ってきています。インターフェロンを使わないので、発がん抑制力というのがちょっと弱いんじゃないかとは言われてますが、早いうちにウイルスを遮断することで、発がんのカスケードに入っていかないで済むようになるんじゃないかということも言われてますから、最終的にはもちろんがんができなくなるということがね、期待されています。ですから多くの人に早いうちに検診を受けてもらって、ウイルスがいるかいないか、いれば治療してほしいということでね、つないでいくことが重要です。そうすることで約8割以上の肝がいなくなるということもね、期待できるんですね。で、一方でですね、肝硬変、肝硬変までいっちゃうとね、どうしようもないんじゃないかということ言われてるんですが、肝硬変に対する直接作用するようなお薬も今研究されています。何種類かあるんですけども、これは北大でね、今治験がされているお薬なんですが、週に1回注射して5週間やると、治ってしまいますよっていう薬なんですね。要は5回注射すれば治っちゃうってことなんですけども、これ肝硬変の人が慢性肝炎まで戻ったとか治ったとかっていう人がもう出てきています。実際 100% 効くかというとそういうことではないですけども、今まで肝硬変だと治療法がなかったのでね、こうやって治すことができる薬っていうのが今はね、どんどん研究されてきてますので、あと5年ぐらいのうちに本当に実現するんじゃないかと。で、実際、私の患者さんも受けた方いますけど、副作用が全然なくてね、すごくね、楽ちんだって言ってました。で、一方でですね、今やってる治療でも肝硬変が治ってるよっていう報告もされています。これは B 型肝炎の方なんですけども、虎ノ門先生たちの報告なんですけどね、ゼフィックスって飲み薬飲んで10年経ったらですね、この紫色でこういうところ、繊維化っていう場所なんですけども、この繊維化してた場所がね、すっかりなくなってるね。あら、肝硬変治っちゃったねっていうね、そういった証拠の写真なんです。で、この発表された時は、肝臓の専門医もですね、肝硬変が治るわけがないと思ってたので、嘘だろって思ったんです。でもこうやって証拠を見せられてね。で、その後、どんどん新型肝炎でも同じように、こんな風にデコボコしてた肝臓が治療した後、ツルツルになってますよっていう報告もされるようになったもんですから、肝硬変でも治る人がいるんだっていうことが分かってきました。まだ10人が10人ピタッと治るわけではないですけども、絶対肝硬変だって硬くなっちゃったら治んないよなんて言われてたのが、こんな風に治る人もいるんだよって話になってきただけでもね、患者さんにとってはすごい嬉しい話なので、ぜひ覚えておいてほしいと思うんです。ただ、まだですね、内科の普通の先生はですね、肝硬変が治るんですね、なんて言ってもね、あんた何言ってんのっていう先生まだいますから、そういう時はね、先生知らないんだなって許してあげてって言ってるんですね。私も実際肝臓以外のことをこうやって言われたら分かんない時もあるのでね、許してほしいなと思ってるのでお願いしているところなんですね。で、次のところではですね、元気で長生きのコツということで、伝授しますって肝臓を元気にするためのコツの食事療法の話をしようと思うんです。で、これ実際はですね、私が痩せるコツっていうことでね、話してた内容なんですが、痩せるコツも何も、体にいいことが起こる食事療法なんだっていうことでね、一つの考え方として聞いてほしいんですね。これは私の医師としての経験と自分の実践の中から見出してきたものでもあります。栄養指導して痩せる人と痩せない人、自分は痩せない人だったんですね。なんでかって、だって続けられないんです。我慢することが多すぎます。できる患者さんは偉いと本気で思います。なので、栄養指導してね、痩せてもらうのは諦めていました。仕事なのでね、一度や二度は進めるんですけどね、自分だってできないんだからなと思いながら進めているとね、説得力に欠けますよね。で、診察室で一生懸命こう患者さんに説明してね、で、診察室出て看護師さんとか行きますよね。そうすると看護師さんにね、先生には言われたくないよねとかね、で、一生懸命ご診察で始めてね、そうだよとかって言いながらね、患者さんの方からね、先生も一緒に頑張りましょうねとかね、やっぱそうやって言われちゃってたので、なかなかね、こう自分で進めるのはどうかなと思ってたんですけど、自分ができる方法が見つかったらね、みんなに進めようと思ってね、そう思いながらもいろいろやってたんですね。そうやっていろいろやってるうちに体重が減り始めて、これだったらみんなできるんじゃないかなと思ってね、もっとこう突き詰めてる先生いるはずだしなと思って、こういろいろ調べていったらですね、この原始人食、パレオダイエットっていうやり方がね、
食材にこだわりながら、まあ、痩せれる方法かなと思ってね、あ、これだったらみんなに勧めてもいいかなと思ってね、やってみたんです。で、これ読みながらね、一生懸命それ突き詰めてたら、だいたい月あたり1キロペースで減ってくれて、まあ、今までで最大15キロ痩せることができました。で、実際ね、これね、炭水化物抜きダイエットの発想とすごく似てるんですが、炭水化物はね、取らなきゃならないものの一つにはなっています。で、どちらかというと、小腸の働きを良くしたり、体の調子を良くするっていうことが大事なんだっていうことで書かれている本なので、これもですね、本当は税込みで905円で買える本なんですけど、お釣りがないので、1000円で売ってますから、よかったら買っていってください。これ見るだけでもね、あ、これ全然食べちゃダメなものっていうのはほとんどないぐらいの食材。まあ、要するに、添加物が入らないようにだとか、そういったことがね、強調されている本なんですが、まあ、実際にこれやってね、これ8キロ痩せた時点での写真、顔写真ね、持ってきたんですけども、痩せてるの分かるでしょ？って言うと、半分ぐらいの人はうんって言ってくれるんですけど、半分ぐらいの人はうんってなるんで、まあ、まだ説得力足りないなと。ただね、検診のデータはですね、これ12キロ減った時点で取ったんですけど、病院で検診受けてるのでね、この赤かったところがね、すっかり黒くなってるんですね。私、脂肪肝あってコレステロールが高かったんですよ。なので食事療法するだけでこんなに良くなっちゃってね、これ良くなった時にちょっと思ったのはね、やっぱ薬売れないって思ったんですね。これ食事療法だけでこんなに良くなるなら、お薬必要なくなっちゃうしなって、まあ、それは家計に優しいのでとてもいいことなんですけども、まあ、病院としてはね、まあ、検診でしっかり稼がなきゃならないなってこうちょっと思ったりもするんですがね、まあ、どんどん食事だけでも良くなるんだってこと、食事にこだわってね、偏った食事しちゃダメなんだよってことも背景にはありますけども、まあ、そんなことでね、自信を持っても進めるようになったんですね。で、まあ、痩せてないのに毎日体重測りたいですか？毎日食べてるもの記録したいと思いますかってね、よくテレビとかでね、毎日体重測りましょうとか記録しましょうなんて話出てきますよね。あれを見るたびにね、痩せてないうちにそんなのしたいわけねえだろうとかと思ってね、自分では思っちゃうんです。でもね、痩せてくると毎日体重が測りたくなってね、食べるもの写真撮りたくなったりするんですね。下手したら1日4回くらい体重測ってる時もあってね、いや、痩せるってすごいことだなって自分でも思ったんですけども、で、これやっていくとですね、お腹が減って美味しく食べられるようになってきたりだとか、お腹が減ってる状態が調子いいなって感じるようになってきたりだとか、あと朝昼食べなくても夜だけでもご飯が足りたりするなとかっていう風になってきました。最初から1日1食はとてもできないんですけど、やってるうちに1日1食でも足りるんだなっていう感覚も出てくるんですね。なので、まあ、普通は1日3食しっかり食べましょうって言ってたんですけども、まあ、こんな風に1食でもなんとかなるっていうことが分かってきたのでね、これは最初から1食目指すんじゃなくてね、そうやってやっていくうちに体調が良くなってきたら試してみてほしいことの一つかなと思えるようになりますね。で、どんなことをやっていくのかって言いますと、まあ、簡単なんですって書いてあるんですが、魚と肉と野菜と果物をたくさん食べるってことを意識してくださいっていうことですね。要はですね、ご飯とパンと麺っていうのは実は食べ過ぎだったんだよってことがね、分かってきたんだってことなんですけども、で、これやるとね、ご飯とパンと麺を食べないようにすればいいんですねって思う方結構いるんですけども、それはやっちゃダメですよって言ってですね、ダメですよって思うとそれがすごく食べたくなるのが人間の心理の問題なので、食べた方がいいものを一生懸命考えてください。だから野菜と肉と、魚と肉と野菜と果物とか一生懸命ね言うようにするといいんですけども、で、実際におすすめの食材っていうのをまとめていくと、まあ、魚と肉と野菜と果物入ってますけども、まあ、海藻やキノコ類はね、どのダイエット法でも勧められてますし、ナッツ類はですね、実は控えて納豆だけ食べるようにするといいですよとかっていうのが、まあ、この原始人食では、そういう理屈があって、まあ、こだわってる部分なんですけども、まあ、いろんな食事療法ありますから、自分で合ってるものを取り寄せていけばいいとは思うんですが、乳製品もできるだけ牛乳として取るんじゃなくて、バターやチーズの形で取るようにしてくださいっていうことが言ってあります。実は牛乳の中に含まれているカゼインだとかいろんなタンパク質だとか含まれている物質って結構アレルギーを起こしやすい物質が含まれているので、バターやチーズくらいになるとそういった物質が除去されているので、まあ、体にいい成分が残るかなっていうことで書いてあるんで、で、油の取り方も不飽和脂肪酸のオリーブだとか甘煮だとかエゴマだとかがいいですよって最初なってたんですけども、実は調べていくと飽和脂肪酸のバターだとかココナッツ油の方がかえって体にいいよって話に変わってきました。で、これ、ここ最近もですね、コレステロール の研究の話で、全然コレステロールの考え方が変わってきてます。だから、まあ、実際コレステロールを薬で治療するのがいいのか悪いのかまで話が進んじゃってるので、私もなんか、どうやって患者さんに説明すればいいのかなって分かんなくなってるところありますが、まあ、油についてはですね、積極的に取るんであれば、まあ、バターとかがいいのかなとは言えるんですが、
できるだけ食材に含まれている油で調理しましょうっていうのが正解かなと思ってます。ですから、まあ、魚とか肉とかに入っている油でね、油が出てきますから、そういったのを使って調理すれば、油は使わなくてもいいのかなっていうところありますから、そういったところをね、ぜひ意識してほしいかなと。あと、卵がおすすめになっているのも後でちょっと説明しますけどね。で、この青い字になっている部分、皆さんに配った資料に入っていると思うんですけども、この青字の部分がですね、本の中では、以前は食べない方がいいとか、食べた方がいいとかって言われている部分で変わった部分です。ですから、これを一緒に見ながら本と一緒にね、合わせて読んでもらうと。前はね、ブドウとかマンゴーも果糖が多いので食べない方がいいって言ってたんですが、果糖も体にいいものだというふうに発想が変わりました。この辺も、佐久谷先生のですね、研究の中で変わってきている部分なので、まあ、それに乗っかりながら、いろいろ試しているっていうところですね。で、実際に、絶対食べない方がいいものっていうのは、まあ、要は、添加物の多い大量生産をされているものは食べない方がいいんですよっていうのがね、まあ、一緒くたに言えるところかなと。で、私がね、読んでてね、まあ、最近ずっと言われ続けて、マーガリン食べない方がいいですよって変わってますよね。小学校の時にね、マーガリンが出てきて、マーガリンは植物性だからたくさん食べましょうってすごい食べさせられてね、喜んで食べてたのはね、何だったんだろうってすごい思うんですけど、今はトランス脂肪酸が含まれていてね、体に良くないよって、サラダ油と同じであまり取らない方がいいよって変わってますから、ここは多分本当だろうと思うんです。あとは、ドリンクだとかお菓子類、まあ、この辺、お菓子類は小麦粉だとか砂糖多いので、あまり取らない方がいいにはなりますけども、もし取るんであれば、チョコレートは飽和脂肪酸が多い食材なので、取ってもいいお菓子の方に入れてもいいかもしれないというふうになってきています。あと、ドリンク類はですね、ミネラルウォーターだとか無糖のものであれば、まあ、ほとんど問題ないかなと思うと思うんですが、実は気をつけてほしいのは、食材の中でカロリーゼロだとか、低カロリーって書いてある食材、これは気をつけてほしいって言ってるんですね。実は人工甘味料で低カロリーっていうのは、人工甘味料自体が、まあ、研究では、なんですか、体にいいですよとか、もしくは体に害がないですよって書いてあることで使われているものなんですが、実は、研究者の、研究費用を出しているところが大企業であるところでやっているのはほとんど体に悪くないとかいいですよで、研究費をもらってない先生方は体に良くないよ、病気になりますよっていう論文がいっぱい出ているんです。ですから、それを考えるとどっち信じるかっていうのは、なるべく取らない方がいいのかなって。実は、どうして人工甘味料がこんなに使われるようになったかっていう背景もですね、実は人工甘味料がすごく安いからだっていうことが背景になります。砂糖を使うと高いので人工甘味料ちょびっと使えばもうすごい甘くなるのでその方が会社も儲かるんですね。ですからそういった背景もあるので人工甘味料でカロリーゼロで安いよって思うのは絶対やめた方がいいっていうふうにね考えてほしいと思うんです。まあ、手作りで作ることをまあ考えていると人工甘味料はあんまり使わなくて済むかなと思うんですけども、まあ、どうしても買ってね食べるときにはそういったところを気をつけながらまだそっちの方が体にいいんだよっていうことでね覚えておいてほしいと思うんです。で、実際に、まあ、この食事療法を吸っていく上でね、食べる量が減ってくるっていうね、ちょっと不思議がありました。最初はですね、もうお腹いっぱい食べてたんですけども、まあ、だんだん、そのご飯じゃなくておかずをお腹いっぱい食べてもね、太りづらくなってくるっていうことが分かってきてね、私も安心して食べてたんですけども、で、やっていくうちにですね、お腹が膨らむのが早くなってくる。まあ、これはですね、タンパク質とか脂肪っていうのは実は炭水化物よりもお腹を膨らますのが早いんですね。ですから、おかずを先に食べるとご飯にたどり着く前にお腹膨れてね、ご飯の量が減ってくるようになってきます。だいたい普通にこう定食が出たらご飯丸まま残しても足りるようになってきたりだとかっていうところで、ね、自分でもびっくりしたんですけども、そうやっていくうちに1日1食になってたりとか。で、意識してほしいのは食べた方がいいものを思うようにしてくださいっていうのはね、さっきも繰り返し言ってますけども、食べちゃダメっていうのを覚えちゃうとそれが食べたくなってしまいますから、食べたらいいもの、あ、これも食べていいんだ、あれも食べていいんだっていうことをね、探すように生活してほしいと思うんですね。で、守るのは8割にして、あとは好きなもの食べましょうっていうところから始めてくださいとも言ってます。これですね、10回のうち10回守ろうと思うとね、それで無理って思っちゃう人もいますので、まあ、8割守れれば大体効果出ますよっていうことから出てるんですが、まあ、でもですね、1割、2割守るのがやっとというところでもいいと思います。ゼロの人はですね、ちょっとやそっと1割、2割やるだけでも、体の中がだんだん変わってきたりします。これですね、要は食べてるものが体を作るんだよって当たり前のように言われてますけども、実はもう10年も経たないうちに体の中は全部違うもので置き換わることが分かってます。
ですから、食べたもの、体にとっていいものを取れば、それが体の中で置き換わっていって、いろんな病気を予防してくれるんだなってことをね、意識してるだけでもね、かなり変わってきます。私も40になるまではね、もうお腹ひっくりればいいやみたいな感じでガーッと食べてね、もうすぐ仕事行ったりとかやったんですけども、40過ぎてくるとね、いろんな病気が出てきてね、不整脈出たりとか、こういろいろあったもんですから、この食事療法してて、体の中が食べ物で置き換わっていくんだなっていうふうに気をつけるってことがね、すごく大事なんだなと、もう40代、50代になると本当にね、いろいろとしみじみと感じますよね、うん、結構うなずいてる方いますね。はい。で、この原始人食の目的は、まあ、痩せるのが目的ではなりませんって言ってますけども、実は、小腸の働きを良くして、免疫力のバランスを強化して、ボケの予防、癌の予防、いろんな病気の予防につながるってことも分かってます。で、これ原始人食だけではなくてね、普通の他のダイエットでも同じような効果が言われてます。多分同じような部分が重なってるんだと思いますし、どの食事療法でも決して否定するところではないので、まあお互いにこう違うところありますけども、やりながらね、自分に合った方法を見つけてほしいと思うんです。で、また繰り返しになりますけども、まあ、2割飲まもらなくてもいいというところ、これを外食に当てる場合には、緩めるときはしっかりと緩めて楽しく食事をしてください。食事療法するときにね、一番続かない理由は我慢して嫌だなって思うものを食べるのが一番嫌なのでね、外食するときはもうしっかり好きなものを食べて楽しく食事をする。まあ、ダイエット法も必ず楽しくやることが大事ですけども、まあ、外食でもですね、やってると、おかずを中心に取るようにするとね、原始人食に変わってきます。これもやってるうちにね、あ、これでも原始人食になるんだなってなっていくと、気持ちもすごく楽になってきますし、うちなんかですとね、週末バイキングによく連れてかれるのでね、あ、連れてかれるって言ったらね、自分が連れてくんだけども、自分がすごく食べちゃう方なのでね、バイキングしながらも、一生懸命こうおかずを原始人食風にして、お腹いっぱい食べ過ぎるとさすがに痩せることはできないんですけど、太らないでいくことはなんとかできるようになるんですね。この辺もやりながらね、経験してほしいかなと。で、卵がおすすめって話ちょっとさっきしたんですけども、これにも結構ね、びっくりされます。卵がおすすめで何がびっくりされるかっていうとですね、コレステロールが上がるからね、卵食べちゃダメでしょって言われてたんです。私も患者さんによくね、卵は食べちゃダメだよって言ってたんですけども、でももうね、研究が進んでいくと、2000年ぐらいからはね、コレステロールを下げる方の食材だよとか、善玉のコレステロール上げますよって、ね、全く話が変わったんで、で、本当にこのコレステロール系のね、食事療法の話って、私が医者になってからも2回3回ってガラッと変わっちゃってね、本当に何なんだろうって思うんですけども、多分卵についてはこれ多分正解だと思えるんですね。癌だとか血管だとか骨の若返りにもいい。まあ、卵がもともと、要するに、動物が作られるね、必要ないろんな成分ほとんど含んでいるから、体に悪いわけがないって言われれば確かにそうなんですね。で、実際に、肉だとか魚を食べるのが嫌な人は、卵をたくさん食べてくれれば、代わりになるし、動物性の、栄養素を取る上では、動物性の食品がね、人間にはすごく合ってるんですよっていうこともね、本の中に結構書いてありますから、また読んでほしいかなと。で、いい油とともにしっかり取りましょうっていうこともね、で、どうしてもご飯やパン減らせれない人は、ゆで卵を食べてご飯減らすだとか、で、ゆで卵でご飯減らそうと思ったら、その時にはね、ゆで卵を美味しく食べれるようにするためであれば、マヨネーズをたくさんつけて食べてもいいんです。この辺がね、最初のきっかけとしてね、ご飯とかパンとか麺を減らせれるんであれば、そっちから行った方が痩せることもできるんですよっていうことになってきますから、そういうところのね、交換なんかもいろいろ試してみてほしいんです。で、コンビニでご飯としても調達しなきゃいけない人については、最近のコンビニですね、このサラダチキンっていうのが置かれるようになってきました。これは鶏の胸肉なので、これだけ食べてれば十分原始人食になるんですけども、まあ、おにぎりパッと買いたいところをこのサラダチキンをパッと買って食べるようにすると、すごいお腹が膨れます。で、気をつけなきゃいけないのはですね、毎日やると絶対飽きますから、週に1回でも2回でもいいのでね、今日は体にいい食べ物食べたなっていう時間を作るために、まあ、こういったの、まあ、もちろん手作りのが体にはもちろんですけども、普通に弁当とか食べるよりは、この方が体にいいんだなと。あともう一つですね、お菓子としても食べたいなという時に、生クリームが嫌いでなければですね、ぜひ生クリームを食べてくださいって言ってます。これ生クリームね、コレステロール上がるからどんどんこんどんって言ってた、さっきも言ったように飽和脂肪酸のバターが体にいいということに変わってきたので、バターの原料である生クリームであればなおさら体に悪いわけがないっていうところなんですけども、まあ生クリームですね、この 200cc だとお砂糖 20g ぐらいでちょうどいいぐらいの甘さになるので、そんなに糖分も取りすぎにはなりません。で、できれば北海道の人はですね、この四つ葉の生クリームを使ってくださいって言ってね。なんで四つ葉かっていうと、四つ葉はね、無添加なんです。他の生クリームはね、添加物で腐らないようにしているので、3ヶ月ぐらい持つんですね。
でも四つ葉の場合は12日ぐらいしか持たないので、まあ、買ったらなるべく 2,3 日中に食べましょうというところもあります。で、食べ比べるとね、全然味も違ってこっちの方が美味しいので、まあ、問題なく使えるかと思うんですけども、あのお店で行くとね、ラッキーには結構置いてあるんですけどね、あのビッグハウスとかには置いてないんですね。まあ、この辺もあの調べてみてほしいと思うんです。で、ボール一杯で作ると大体こういっぱいできますね。あ、で、この純生にするとですね、この氷水で冷やさなくても普通の常温状態でやってもね、5、6分で固まります。これもすごいびっくりなんですけどもね。で、200cc で作るとボール一杯できますよね。で、お腹空いてるなと思ってボール一杯食べると次の日胸焼きしてすごいことになりましたので、それはしない方がいい。で、大体半分かなったら半分でもするわって言われたんで、4分の1ぐらいだと大丈夫みたいなんでね、お腹空いてこうお菓子食べたいなって時に4分の1ぐらいこう食べて、クッキーとかにちょっとクッキー1個にガバッと持って食べればね、結構お腹膨れたりしますから、まあ、そんな工夫をしてみてくださいとかね。あと、まあ、私なんかも当直してるとですね、どうしてもお腹空くので、まあ、カップ麺についつい手を出しながちだったんですが、最近はですね、このなめたけ納豆っていうのをね、試してるんですね。で、これは納豆って大体こう3パックペアで売ってますよね。で、3パックペアにして、それになめたけ 50g でこうやってやるとちょうどいい塩味で、ご飯にかけなくても納豆だけで食べれるよね。あ、これ食べると結構お腹満たされるし、まあ、生卵を入れるとね、もっとあのバランスも良くなるので、ということでこれやってるんですけども、まあ、3パックは普通は食べれませんって言われたので、まあ、2パックぐらいからやるのが普通の方はいいみたいですからね。あの、そんなこんなで試してみてほしい。あと、野菜をたくさん食べるコツでね、あの紹介しているのが、この野菜スープっていうやつなんですね。で、この野菜スープ、ファイトケミカルって言ってね、この高橋先生っていう先生がすごい研究してるんですが、まあ、癌の予防だとか、ボケ防止だとかっていろんないいことがあるらしいんですけども、私は単純に野菜をたくさん食べれればいいと思ってね、これ、キャベツと玉ねぎと人参とかぼちゃ、この組み合わせがね、なんせ、ちょうど甘くて美味しいスープができるって。まあ、高橋先生やるときにはですね、いろんな野菜組み合わせてね、皆さんがこう食べやすいスープ作ろうと頑張ったら、この4種類が一番良かったっていうのでね、ぜひ進めてます。で、この、まあ、もちろん好き嫌いはあるので、量を上下させても構いませんし、まあ、普通に水に入れて、あの、2、30分茹でるだけでも美味しいスープできますし、それをまあ、いろんな味付けで食べれば、野菜をたくさん食べることにもなるのでね、お腹いっぱい野菜食べて、この中に豚肉入れたり何肉入れたりとかってやれば、もっともっと食べやすい料理にもなりますからね。こんな風にしてやると、結構ね、患者さん、あ、これすごい美味しかったですってね、毎日やる方も出てきたんですが、さすがに私は毎日は無理だったんでね、週に1日か2日やれば十分かなと思ったりもしますから、まあ、そこは皆さんで強弱ね、いろいろやってみてほしいと思うんです。本当にこう、体調子悪い時とかに飲むと、スーッとこう体に入ってくるような不思議な感じがしてね、まあ、とても美味しく食べれますから、ぜひですね、この、まあ、4種類の食材、どこのスーパー行っても大体この4種類の野菜はあるからっていうところもね、すごく皆さんでやりやすいとこかなっていうふうに紹介してるんですね。で、まあ、さっきもちょっと言ったんですが、アーシングっていうのを今進めています。これはですね、大地と人間が触れ合うことによって、大地から電子をもらうっていうね、そういった発想なんですけども、まあ、現代人、静電気が体に溜まってるっていう言い方もされるので、静電気を逃がすっていうことでもいいと思うんですが、まあ、湿った砂浜を30分ぐらい歩くことで、体の中のその電磁波の状態がね、正常化して、いろんな体の調子を良くするよっていうことが注目されてるんです。こうアメリカではね、かなり研究が進んでるんですが、なんせこれ一回家で買ってしまえばどこも儲かることがなくなってしまうので、多分あまり日本では広がらないと思うんですが、実際に畑仕事だとかね、自然と触れ合うような仕事をしている人たち、病気が少なかったりするというのも、こういったところが原因かなと思ってます。で、いろんなところに置いてね、ちょこちょこ触るようにするというやり方で、今そこに置いてあるんですけども、この緑色のマットに、電線つないでコンセントにこうピッて差し込んでるだけなんですね。で、これ、こんな、1000円ぐらいで売ってるようなマットなんですけども、これ、なかなか普通に売ってないので、普通にアルミホイルにこういった電線をテープでくっつけるだけでも十分対応が効きます。で、コンセントで大事なのはですね、実はこのコンセントって、右と左でちょっと長さが違うんですよね。で、この長い方が、まあ、大抵左側にあるんですけども、長い方がアースになっていて、大地と繋がっているので、そこにこう差し込んで、こんな風にしてやると、ここに触れると、そこから静電気が逃げてくれる。まあ、よく車乗っててパチパチってなりますよね。ああいったパチパチが、これ触ることによってなくなるんですよ。で、私なんかはこの枕に敷いてね、寝たりするんですが、頭痛してる時にこう枕に敷いてやると、スーッとこう頭痛が良くなったりだとか、体の調子の悪いところがあった人が良くなったりとかっていう報告もあります。まあ、お薬ほどそんな
劇的に効くとかっていうことではないんですが、習慣化するとなんとなく体の調子が良くなるよっていう人が出てきます。なので、まあ、こういったことをですね試してみるといいんじゃないかなと。で、Amazon とかだとこのマットが1500円でコードが700円で売ってます。クリップつけてね、こう差し込むのがすごい簡単なんでね、まあ、これがやりやすいかなって勧めてはいるんですが、でこれやるときにね気をつけてほしいのが、血液サラサラを薬飲んでいるとかえってもっと薬の効果が良くなってしまう場合があるということを言われているらしいので、そういった方については主治医とよく相談してくださいというふうに言っています。まあ、こういった大地とつながるっていうようなことを意識するだけでも、まあ、体の調子が良くなったりすることがあるっていうこともね、すごいびっくりするような中身がたくさん今はね報告されてきています。あとみんなに勧めている一つがですね、買い物は投票なんだっていうねこのポスター勧めています。まあ、これはですねこういったことを気をつけると、まあ、地球や体に優しい、ことになりますよなんてことを書いたんですが、実は実際に見てみると結構これもう普通にやっちゃってるしなってこといっぱいあるのでね、自分が本当にできるのってごく一部かもしれないんですが、まあ、こういったことを意識して生活するっていうだけでもね、心や体に優しくなれるかなっていうこと、まあ、このポスター自体もですねすごく癒し系のポスターなので、まあ、これはちょっと600円で販売してますけども、よければですねトイレとかに貼って眺めてほしいかなって言って勧めています。でこれ新潟の人がね書いてる本で、ポスターでね一冊の本からこうやってエッセンスをね選んできてるっていうものなんですね。でまあいろんな方法を試してみましょうっていうことを書いてあります。まあ、原始飲食ダイエットっていうのが、まあ、私がきっかけになった食事療法ですけども、まあ、他にもですね野菜だとか玄米だとかいろんなやり方があります。それぞれきっといい部分がありますし、まあ、自分がやりやすい方法の中で自分にとって合ってる方法を編み出してもらえるのが一番だと思います。結構極端な話も含まれてますのでね、まあ、そういったことも、そんな風に考える先生もいるんだなってことで読んでいただければと思います。ですね、ぜひ目指してくださいということでね、健康な体、元気な体をね、目指してほしいと思います。で、これは顔バージョンで、こっちが体バージョンなんですけども、体バージョンの方がちょっと痩せたかなって思う方もいるかなと思うんですが、まあ、どちらにしても、もうちょっと痩せないともっと積極性、説得力がないかなと思ってね、これからもちょっと頑張っていきたいと思っております。で、ダーッとね、話しさせていただきました。まあ、きっと叶う夢のためにということでね、健康になるためにね、少しでも楽しいこと、思って過ごしてくださいって話なんかもさせていただきました。まあ、肝炎患者さんのね、新しい治療もどんどん出てきてますので、長生きしたらしただけ、もっといい治療で元気になるチャンスが出てきてるんだってこと、覚えておいてください。で、食事療法もね、できること、やれること、試してみてほしいと思います。で、それではですね、歌を聴いてくださいということで、ね、歌の時間に入るんですけども、私歌を作ってましてね、でこの諦めないでっていう曲は肝臓がんで治療を受けている方が、まあ、家族と旅行に行きたいなだとか食事に行きたいななんて言いながら頑張ってた時に作った曲なので聴いてみてください。
もありがとうございます。ね、こんな歌を作ってね CD 配ったりとかもしてるんですけどね、なかなか紅白まではね行けないんですよね。で次の曲はきっときっとっていう曲なんですけども、この曲は B 型肝炎や C 型肝炎の方、自分が肝炎だって言った途端にね、友達付き合いや近所付き合い断られるなんてことが未だにあって、普通の生活でうつる病気じゃないんだよってことをね、みんなが知ってもらえればそんなこともないのになって思いながら、もっともっとね世の中の人が分かってくれて安心して過ごせる、そんな世の中になってほしいなって思いで作った曲なので聴いてみてください。ているので今日もですね一緒に歌えたらと思います。こんな感じで
検診ですね、受けるチャンスのある方はぜひ検討してほしいと思います。まあ、本とかもですね、後ろで手に入りますが、ネットとかでも講演会の様子紹介してますので、よかったら見てください。これで講演の部は終わりになるんですけども、この後、個別の療養相談を希望される方は残っていただいて、あと、全体通して何か聞いておきたいようなこととかがあれば、質問をちょっと受けたいと思うんですけども、ございますか？はい。そしたら今日はどうもありがとうございました。気をつけてお帰りになってください。